それでは素材の確認です。スクロールエフェクツステップ02というフォルダーの中に3つフォルダーがあります。まずプランというフォルダーの中に解説の図がですね4つあります。でこの画像をちょっと開きますとこういうのが入ってるんですけれども、これから設定する内容なんですけど、まず500ピクセル分スクロールページをスクロールすると、この正方形が右側から中央に移動してくるという、そういう動きを設定したいと思うわけです。ではですね、素材フォルダーの中のスクロールエフェクト02、このフィニッシュとついているのは完成データです。この中央のこれですね、スクロールエフェクト02のミューズファイルをダブルクリックして開きます。もうあらかじめ作ってありますけども、サムネイルをダブルクリックして開きます。で背景があって正方形が書かれています。でこの正方形をですね、一回ブラウザーでちょっと確認してみましょうか。まあ何も設定されてませんので、普通にスクロールしますけれども、はい、じゃあページをスクロールします。まあ普通に、まだ設定していないので普通にスクロールします。それではですね、この正方形を複製します。ドラッグコピーして、で複製した正方形を中央に合わせます。これも一応ブラウザーで確認してみましょう。まあ変わらないんですけれども、ただスクロールするだけなんですけれども、一応確認します。はい、まあ複製して移動させただけなので、そのままスクロールします。これにですね、スクロール効果設定していきたいと思います。複製コピーした方ですね、スクロール効果のパネルをですね、分かりやすいようにちょっと切り離して隣に置いておきます。モーションですね、モーションをチェックして、でまず停止状態でちょっと確認したいので全部ゼロにします。最終モーションの今1があったので、こうゼロにします。そしてキーの位置ですかね、ここですね、500ピクセルです。500ピクセルというふうにやるということは、ミューズ上では今ここにあるんですけども、ブラウザーで表示すると500ピクセル上に表示されます。ちょっと確認してみます。これは前回の復習になりますけれども、ミューズでは今ここにありますよね。でも500ピクセル上に表示されます、ブラウザーではですね。500ピクセル、キーの位置が500ピクセルですから、ブラウザー上ではちょうど一番上の部分に表示されるということになるわけですね。ではですね、このミューズと同じ位置に表示させたいという場合は、倍の数値を入れればいいんですよね。つまり1000ピクセルにすればいいわけです。じゃあ、変形パネルでの Y のところにですね、まあこれ1000って入れればいいんですけど、こういうこともできるよっていうことで、かける2アスタリスク2ってやると、まあ1000になります。まあ計算式入れられるということですけども、ですから今上から1000ピクセルのところに移動しました。でスクロール効果も1000に変わってしまったので、ここはですね500に戻します。スクロール効果のキーの位置のところは500ピクセルにしておきます。でそうするとですね、ミューズの位置とまあ同じといいますか、500ピクセルのところにブラウザー上でも表示されます。はい、そうですね。ですからミューズ上では1000ピクセルのところにあるわけですね。でブラウザー上で500のところに固定されているという状態ですね。ではですね、移動する設定ですね、図をもう一回確認します。500ピクセルスクロールすると右側から移動してくるということで、750ピクセルぐらい移動させるようにしたいと思います。まあ、数値はですね
これは別に750じゃなくてもいいんですけども、外側から入ってくるっていうことを考えたときにこのぐらいの数値かなと。で、計算式は簡単です。500ピクセル分スクロールしたら動かしたいわけですから割ればいいんですね。750であれば750割る500で 1.5 というふうに出てきますから 1.5 という数値を入れればいいわけです。実際にじゃあスクロール効果のパネルにですね入れてみたいと思います。はい、初期モーションのところですね、初期モーションのところに 1.5 と入れますけど、左側の矢印ですね、右側から移動するわけですから左側の矢印をのアイコンをクリックしておいて 1.5 倍です。 1.5 という数値を入れます。これで実際にブラウザで確認するとですね、スクロールするとそれに合わせて右側から正方形が移動してくるというそういう動きになります。スクロールします。はい、で中央で停止してそのまま固定ということですね。まあ非常に簡単な動きなんですけれども、これ計算ができないと数値を出さないとですねぴったり合いませんので、そこをですねまず理解しておいてほしいと思います。スクロール効果00で固定して初期モーションのところは 1.5 という数値を入れたと。図を確認します。こういうことですね。まあ、800ピクセルなら800を割ればいいですし、1000ならそれで割ればいいということですね。スクロールの移動距離ですね、それで割ればいいということになります。